旅から海の旅へ、フェリーに乗って小豆島にやってきました。これから小豆島の魅力をパパパパって紹介します。まずは小豆島に来たら小豆島オリーブ公園がおすすめ。お土産もいっぱい並んでます。思わず写真を撮りたくなるポイントがたくさんあります。もちろん美味しいものもいっぱい。島のブランド小豆島しまはもを使ったしまはも丼、これは最高。さらに潮の満ち引きで現れるエンゼルロードも要チェック。恋人の聖地としても有名です。香川県小豆島、楽しいですよ。